Taking effective fire. Wow. Whoa. このモードめちゃくちゃキルできる。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はね、ウォーモードをやっていきたいと思います。COD のワールドウォー2の時にあったモードで、攻撃と防衛側に分かれて戦うモードなんですけど、マップがねもう一直線でリスポーンが固定されてるんですよ。他のゲームで言うと BF のねラッシュとかブレイクスルーとか、あとオーバーウォッチのペイロードですね。まあペイロードのパクリなんですけど、このモードウォーモードの目標としてはエリアを制圧、あと戦車を護衛する、で最後に基地にアクセスしてなんかミサイル発射するみたいな流れなんですけど、まああと防衛側はそれを阻止するっていうね。今作のウォーモードもね、いやー面白いですね。まあまずそもそもさ、リスポンが固定でマップがねこう一直線だから、まあ正面からの打ち合いになるんですよ。ずっと初心者の人はね、リスポンを気にしなくていいし、マップもそんな覚えなくていいし、比較的ねその通常ルールより多分キルも取れやすいし、でチャレンジ解除相当楽になると思うんで、あとレベル上げか、本当に初心者ほどおすすめのモードかもしれないですね。例えばスナイパーライフルだったら、通常ルールだとさ、いろんなとこ見ないといけないけど、このモードだったら正面しかだいたいね見なくていいから、すごいスナイパーのキルが取りやすかったりとかね。苦手な武器ウォーモードでレベル上げするっていうのも手じゃないかなと思います。そんなウォーモードで今日は100キル超え取ってきたので、やっていきましょう。攻めやりたいな、攻め。やっぱりこういうルールって攻めが面白いからな。アルファ取れた。まだいるんじゃない、こっちが。おお、これ何、おおお、ハンドパワー、え、普通に入ってきた。何これ、魔法使えるやん。なるほど、これで敵の進行を遅らせろってやつね。あ、いいよ、オーモード面白いやん。いいよいいよ、これマップ1個だけなんかな今。あー、登れる屋根。変なこうリス管理というか、リスポーンのことを考えなくていいのがね、すごいいいよねこれは。あれ、これなんか下にいるな。いや、味方やってくれてる。となると、となると、となると、正面のみ、正面のみ。あー、でも取れちゃったか。こうなると多分次のエリアに行けだよね。そう、交代しろ。まあ、よくあるペイロードルールというか。え、これ COD4 のも、おおおおお、もう COD4 のマップやん。おーおお、夏い。いや、ここでサーチやりたいな。ここでまさかの、ホットフォーマップ。ああ、はい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 、ここね。ここにボムがあるんよ、ボムが、サーチの。オッケー。で、こう右ぐるって言って、まあ、こういうことっすよ。で、こう、まだいける、ここ。ここまでいけるんだったら待って。2階、いけるんじゃないか、はしごで。まあすごいカオスな展開にはならないでしょう。なんか敵同じスキン多いな。いやー、バレたか。モバイルでやった。そう、これコールオブデューティー4だね。4のマップです。初代モダンウォーフェアのマップですね。17年、16年前とかになります、もう。当時やってた人はもう僕みたいな人か、30代が多いんじゃないかな。サーチが面白いマップなんだよね、ここ。すごい。ペイロードルールだから、敵戦車に触れると、交代することができる。どういう仕組みやね。わお。おお、このモードめちゃくちゃキルできる。このモードすごいんだけど。
うん、一直線だからめちゃくちゃキル稼げるやん。これこれチャレンジ系ウォーモードでやった方がいいんじゃないですかこれ。敵味方もジャベリンキルこのモードでやってるね。この塀登れんのかな。あ、登れるやん。これ多分バレてないな。どこだ敵。Making effective fire. Changing back. あぶれ、よう反応してきたな。来る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 。まだ来るか。まだ来るな。あー、ここエリア外になっちゃった。なんてこった。いやー、もう突破されたのか。さあ、こっち防衛サイド。どうする敵さん。どうする敵さん。戦車に触れないともうゲームオーバーじゃない。あれ、あ、あ、え、突破された。マジか。次、ここが多分最終拠点だね。A と B を守ればよろしいと。はい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 。ダブルキル。左から多め。一枚。あの目的見やすくていいな。来い。止めてる。奥フラグ。リロード。手前いるな一人。どうだ。あれ味方に任せよ。ここいらで前に行きたい。前に行きたい。待って、ちょっと自立入られてんな、これ。いやー、自立入られとるてー。おいー。まずい。解除できるか、それ。おい、いけた。ナイスすぎ。熱いよ、熱いよ。おー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 おお。足落ちしない？ここ。大丈夫？ここ手前大丈夫？オッケーオッケー。止め。いやー、厳しい。激しい、マジで。これはいったかな、敵。さすがに無理か。間に合わないか。え、いけるか？いや、僕は会場に。あー、ダメか。手前やる。ここやる。ここやる。ここやる。味方上がれる。魔法でここを。魔法でここ止めちゃって。よし。次は戦車を運ぶ。多分こいつ、これ、タッキーやらないと。で、こっから、上上がって、まあ、定番のスナイパーポジ入れる。こう入って、こうやって、はい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 。これ結構上がれるな、多分もう。で、こっからセンター見れる。どうだ？左の部屋取れるかな？ここ、入れるね。もうここまで取れたら勝ちやろこれは。つまんな、つまんな。テーブル頭使わせていただこう。この通路埋まってるんだね。なんかボットも混じってるんだ。一旦ここ入って、こっから撃つと、でフラグ入れると、で、裏やると、はい、フラグで奥のさっきのハンラ、倒して。まあ、すごい、有名なラッパーのスキンやけど。味方が旗取ってくれない？マルチプレイヤーのゲームをやる上でね、みんな思うのはね、ノラに期待しすぎなんだよね。他人やし、コントロールできないし、しかも、下手したら日本人じゃない可能性もあるから、それなのに、こうしてくれとか、ああしてくれとか、求めるのは、ストレス溜まるよ。しかも初心者かもしんないしね、味方が。むしろもう自分一人で全部やっちゃうぜ、ぐらいの気持ちじゃないと。もしくは、そんなに、もっと肩抜いて、気楽にゲームやったらいいんじゃないかな。他のプレイヤーに期待しちゃダメよ。無理無理。ポジションもつけてないんだし。すげえ変なフラグしちゃった。ちょっと、進みが悪くなったぞ。
あ、外周いんのか。倒せてないでしょうか、ほら。ホームランだ。おお、危ない。かばして、かばして、ああ、ナイス。いいね。はい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 、すげえ激アツ。これ最終エリアまで行けるのか。どうなんだどうなんだ、おいおいおい。さあ最終エリア目指すぞ。オッケー。ほい。ほい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 。ここに来ての。よし、行った。最終エリア。よし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 。こっからよ、みんな。いけー、押せ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 。よし、いいぞ。飛び降りろ、飛び降りろ。よし、こっからだ。これさ、思ったんやけど。これ、あえて真ん中行くってのどうよ。あえて真ん中行って、一番、誰も通らない危険なルートを先に行く。で、アップロードしちゃう。うわぁ、うまい。で、残念ながら、これはおとりです。これおとりで、先に右を行くんよ。これさ、行ける?こっちから。無理か?あ、こんな動きできちゃう。なるほど。これはいけるのか?これは爆弾つけて、壁壊さないとこのルートは使えないよってことね。右角はいなくなった。オッケー、左壊したね、これで。手前いるかもね、これ。手前いたね、やっぱ。オッケー、頭潰した。あと手前だね、いるの。ここも潰した。ここも潰した。ここも潰した。これ死にたくないね。削って、多分右入ってくるな。うわー、スナイパーか、ここに来て。やばい、1分切った。いけるのか、これ爆破まで。いやー、これは厳しいな。味方抜けちゃったか、もう。これは厳しい。人数かけたらだいぶ厳しいぞ、これは。いやー、どんまい。139キルやって、でも。長引いたら200キルあるんちゃうか?ウォーモード面白いな。マップが1個だけっぽいのはちょっと残念だけど、チャレンジ解除。レベル上げめっちゃ進むね、これ。あ、それもういい、レベル20になったし。